それでは今日もまた授業を始めたいと思います。前回、その請求史家という、光景という人の、その、請求史家という見てみましたけれども、その時に、お話をいたしましたが、こちらの日本に、国訳漢文大成という、中国の古典を解説、訳をつけ注釈をつけて、大きな草書がありますけれども、その中に、江青求詩集というこの光景の詩集が入ってるんですね。でその、訳注をしたのが、久保天瑞という人なんですけれども、この久保天瑞先生は昔、まさにここの場所で、台北帝国大学 の、その東洋文学という、その講座の、先生をしておられたんですね。で、この間お話もしましたけれど、この久保先生は実は台北で、急に亡くなられてしまうんですね。でそれで、その亡くなられた後、この久保先生もたくさん本をお持ちだったんですけれど、その本は台北帝国大学に、いわば寄贈されたわけです。で、今は、この台湾大学の図書館に、この久保文庫という形で収められています。で、この久保天瑞先生が、この江青求の詩集の訳注を作られたわけで、で、この久保文庫にはですね、青求後期的先生詩集本当はこの署名実は他の付録もいろいろついているので、もっと続くんですけれど、この青求後期的先生詩集という、まさに、この久保天瑞が持っていた、江青求の詩集、これは清代の官本なんですけれど、それがあります。で、この前回の授業の後にその図書館に行ってですね、この本を、見せていただきました。でこれはやっぱり、この久保天瑞先生のその国訳漢文大成の、江青求詩集というのはいわゆる選集ではなくて、もうこれは全部、つまり江青求の今ある詩を全部翻訳してるんですね。だから、国訳漢文大成で確か3冊か4冊かそれぐらいの分量になるかなりのものです。で、つまり全部訳注を作っておられるということで、この久保文庫のこの青求後期的先生詩集っていうのを見ますとですね、これ確か以前最初の頃の授業でちょっとお話ししたと思うんですけど、中国の昔の本っていうのは最初印刷されて、できた時には字しかないというか、要するに文字だけあるわけですね。日本語でいわゆる白文っていうやつで点を切ってないわけです。でこれ久保先生はこの後期的江青求の詩集についてはもう本当に最初のページからですね、最後のページまで、それで、しかもこれ注がついてるんですけど、注釈がついてるんですけど、その注釈の細かい字でね、こう詩そのものは大きな字であって、その注釈が
こう 2行書きになって小さな字で注釈がついてますけど、その注釈に至るまでですね、全部読まれてその点を切ってあるんですね。で昔の方はまあもちろん筆で、やってるわけですけど、あの朱色の墨でですね、赤い朱色の墨であの点を切って全部読んでおられる。でそれからあのところどころ、いわゆるその、検定ですね、 ここはいい、まあ、つまり久保先生がこう感動された場所にはちゃんとこうなんて言いますか、例えば、請求しかなら請求しっていうこういうような形であの全部その検定を打ってるんですね。でまあ、例えばこの請求しかであったとしたら、あのまあ何箇所かこの検定のついている場所があるんですけれども、まあ例えばですね、あの陶淵明の引用のところがありましたよね。腰をご答弁のために腰を折るということをあえてしないとか、舌を振るって七十条を下すっていうことをあえてしないなんていう、まあ、そんな語句にあの久保先生は、その点をつけておられた、まあ、ああいうところ感動されたんでしょうね。でそれから、もうちょっと後の方で、その詩人がですね、こう宇宙の、まあ、秘密みたいなものをこう知って、でそれを言葉で表現するんだっていうような、言い方が確か出てきたと思うんですけど、まあ、そういうところもあの感激をされて、丸をつけておられました。だからあのこの、久保文庫のこの清求先生詩集というのは、まあ、版本としてはね、あの新潮のもので、まあ、そんなに古いものっていうわけではないんだけれども、とにもかくにも最初から最後まで、この久保天瑞先生がこう点を入れられ切られて、そして、いいというところはこう丸をあのそういう批評の点をつけられてっていう、まあ、そういう意味でですね、あのすごく貴重な本だと思います。で、まあ、あの図書館でこう本を見てるとね、あの時々こう点を切った本っていうの、昔の人がこう点を切った本っていうのを見ることありますけど、あの、まあ、多くの場合は、最初の方で止まってますね。あの後ろの方は綺麗だったりなんかするんですけれど、あのこの本はもう本当に最初から最後までっていうか、隅から隅まであの久保天瑞先生が読んでおられるって、これはこれで本当になんかこう感動的な、本でありました。あの台湾大学ありますので、何かの機会にご覧になってみるといいと思います。それからあの前回ですね、宿題として、あの、まあ、この後世紀の詩ですね、あの和国本を渡してあったんですけど、まあ、これをその皆さん書き下しにしてみてくださいという、まあ、あの宿題のようなことを出しておいたんですが、やってみましたかね。あの実は、授業の時にも申しましたが、この江戸時代の訓読っていうのが、結構そのなんか怠け者というか、あの本当だったらもっと、送り仮名をつけてもいいようなところをね、こうつけないでいたりという、まあ、あのそういう感じの訓読ではあるんですけれど、あの今日はですね、あのその宿題の答え合わせというつもりもあって、もっと新しい、もうちょっと、あ、まあ、本当は久保天瑞先生のやつをお送りしてもよかったんですけど、もうちょっと新しい、あの、今の日本で出ているあのこの後世紀の詩集の中からですね、この清求詩歌の、原文訓読、それから、この注釈もあって、それから、これはまあ日本のものですから、一番最後に、まあ、いわゆる現代語訳っていうのがね、日本語訳っていうのがついてるんですね。でこれはあの森鴎外はあのちゃんとした詩の形にして、翻訳してましたけど、まあ、大体今の日本でこういう詩の解釈をする時も、あのまあ訳っていうのはね、必ずしも詩のスタイルじゃなくて、
もう三分役になってしまっているということが多いと思うんですが、この資料をコピーしてきましたので、これまた林さんにお願いしてですね、これをそのまま、システムのところに載せていただこうと思います。で、まあ、皆さんやってみたのと、これは入谷仙介先生、まあ、ちょっとお亡くなりになってしまったんですけど、まあ、吉川晃治郎先生の、まあ、お弟子さんにあたる方で、まあ、大井の詩ですね、ワンウェイのその大井の詩の専門家ですけど、この構成級の注釈をしておられるんですね。で、まあ、なんていうか、あそこの江戸時代の訓読に比べれば、いわゆる送り仮名がより多くついていて、まあ、この訓読体を読んだ、書き下し文を読んだだけでも、まあ、より分かりやすく、まあ、なっていると思いますので、まあ、今の標準的な、書き下し文というようなことでですね、これも参考にしていただければと思います。前回は今回の授業は、その中国の作品、まあ、明清時代の文学作品とか詩人とかを取り上げて、そして、それが日本の文学に、まあ、どんな影響を与えたかという、まあ、そういう、方法で、まあ、進めておりますが、前回はその、まあ、いわゆる離反領ですね、明代のいわゆる古文字派の、まあ、詩人でありました、その離反領の、まあ、影響と、いうことで、まあ、かなり脱線はしてるんですけど、まあ、その離反領の影響を受け、その離反領の文学の、まあ、いわば日本における、まあ、紹介といったらいいんでしょうかね、それをした人として、荻生徂徠という人のお話をしていたところであります。で、まあ、荻生徂徠はですね、その、まあ、いわゆる古文字ということで、とにもかくにもその言葉っていうものが大事だ、文学作品にしても、あるいはその経学にしてもですね、これは言葉なわけです。文字で書かれて言葉なわけですね。で、例えばその論語を読む場合に、孔子様が、まあ、言った言葉であるとしたら、やっぱりそれは、論語の文章そのもの、孔子様が、あるいはもう極端な話、孔子様が言った言葉そのものに戻らなきゃいけないということを言うわけですね。で、で一つにはまずその当時江戸時代にはいわゆる朱子学、まあ、朱子の学問というのが、まあ、漢学になっていて、論語なんかを読む時も、まあ、朱子の中で読むというものだったわけですけれど、まあ、荻生徂徠なんかに言わせれば、もう朱子は随分後の時代の人ですね。孔子からはもう何千年も後の人なので、そういう人の書いた中で読めるんだろうかという、まあ、そういう疑問ですね。で、朱子以前に戻ろうということが、まあ、一つ。そして、それからもう一つは、やっぱりその孔子様は、あるいはその中国の人はですね、まあ、みんな中国の人なので、みんな中国語を喋って中国語で書いてるわけですね。で、日本では、まあ、ちょうど実は今僕の授業ではその訓読というのをやっているわけですけれど、こんな訓読なんていう形で読んでなかったと、中国語っていうのはちゃんと上から順番に読んでくるものなんだという、ひっくり返って読んだりなんかしないんだということで、彼はいわゆる漢文直読、中国語、まあ、当時の言葉で言うと、まあ、東亜なんですけど、この東亜を勉強もし、まあ、中国語で文章を読むということを、まあ、実際やっているわけですね。で、この間ちょっと紹介しましたけれど、まあ、これは
ソライが書いたというよりは、まあ、お弟子さんたちが、まあ、まとめたものではあるんですけど、あの訳文選定という。訳文選定という本を作っております。でこれはあの、まあ、要するに、訓読といい、あるいは日本語の訓っていうものですね。訓というのはあの、まあ、漢字一つ一つの漢字に、まあ、それに近い意味の、まあ、ある意味では、まあ、近い意味のその日本語を当てていくわけですけれども、例えば、まあ、私の挙げた例ではすなわちというような日本語を当てている漢字が、その字というね、すなわちもすなわちだし、ないもすなわちだし、ずもすなわちだし、情もすなわちだし、みんなすなわちになってしまうと、いうわけです。この字もですね、ずも、ないも、この女王もですね、全部、こうすなわちと、これは日本語では、すなわちというふうに八だけどね、読んでしまうと。だからその本当のこの言葉の意味っていうのが違いが分からなくなってしまう。日本語にしちゃうとね、日本語ですなわちと言ってしまうとね、分からなくなってしまう。でソライはまあそういうことに気がついたわけですね。でそれで、この訳文選定という本はあのだいたいよく似た言葉、まあ、これは主としてまあ動詞形容詞なんですが、よく似た言葉をずらっとこう並べて、そして、一つ一つその違いを説明していると。で彼は、この訓ではなくて、まあ、これ訳文と言ってますね。だからこの訳というのが大事なんだという、まあ、そういう説明をいたします。で、訳文選定の、まあ、本自体はあのこれ台湾大学にもありますので、これ借りてきて台湾大学でコピーしたんだけど、そこの今、本文の一番最初のところとですね、序文の部分をお回しますけれども、ここのところ見ていただくとね、この間ちょっと言いましたかね、支援の静かと、チンと、チン、ティエン、チー、そういう静かというのにあたる静かがそれぞれどう違うのかっていうのをうまく説明してるんですね。だから、まあ、そういう意味でこれ今でも結構なんて言うんでしょう、よく似た漢字の違う意味というのを知ろうと思うとものすごく参考になる本です。だからここの部分を最初にしてお回ししますね。それから、その後以下、これが訳文選定の最初の、まあ、いわゆる表紙っていうか封面だね、封面です。でそこの最初にこう、まあ、いろいろこう序文みたいなのが長くだらだらとついてるんですけど、これがなかなか面白くて、で要するに、このソライ先生が、こう要するに訓読批判、訓読がいかに良くないのかっていうこととかですね、でこの訳ということをやらなきゃいけないという、まあ、そういういわばその理論っていうのかな、まあ、理屈を、ここでこんなに長々とこう書いているわけです。だから、まあ、ここの部分を読むと、そのソライ先生がまあ考えてたことっていうのが、まあ、ますますよくわかるという、まあ、これ全部漢文ですからね、皆さんは簡単だと思いますけど、まあ、そういうことでちょっとこれを回しますね。この間も申し上げましたけど、この、荻生徂徠という人は、まあ、本当に大学者で、いろいろな方面の経学から始まってですね、文学なんかに至るまで、いろいろな方面 の、 業績を、まあ、残しています。で彼のお弟子さんっていうのもたくさんいるんですけど、まあ、例えば太宰春代なんていう人がいてですね、彼は荻生徂徠の、まあ、経学とかですね、
あるいはまあ何と言ったらいいんでしょうね、一種の政治学、まあ、そういう方面のまあお弟子さんとして、このダジャリ・シュンダイという人がいます。まあ、彼もなんか晩年のちにはその先生のソライを批判するようになるみたいなんですけど、まあ、とにかく一応はまあお弟子さんというふうに言われている、まあ、人ですね。で、文学の方面では、まあ、これからお話ししようと思います、服部なんか、まあ、これは特に詩の方ですね、荻生徂徠のその詩の方のお弟子さんということで、まあ、いわゆる徂徠学っていう言い方、徂徠学ですね、という言い方をすることがありますが、まあ、彼は本当にいろんな方向で、いろいろな方面で、この業績を残している人です。離反領の話に、まあ、戻りますけれども、実はこの離反領の変と、まあ、称するというところなんですが、投資線という本があります。で、これは何て言うんでしょうね、この投資線っていう、まあ、なんか非常に素っ気ないというかね、色気も何にもない署名なんですけど、まあ、要するに投資を選んだものというね、そういう本なんですが、これはそういう一つの本の、名前、まあ、いわば署名、固有名詞ですね。で、この投資線なんていう本があるというか、まあ、そんなことを聞いたことがある人ってのはおられますか。投資線、これはね、まあ、実はこの離反領線と称する投資線っていう本が、日本で、まあ、この荻生徂徠先生が非常に宣伝をして、持ち上げたわけですね。彼は離反領大好きでしょ。だから離反領先生が編集したっていうことで、ものすごく持ち上げたわけです。で、それ以来ものすごい流行ったんだね。大ベストセラーになっちゃった。で、まあ、江戸時代にまあ何が一番売れた本があるかっていうけど、この投資線なんていうのはもうとにかく限りなくよく売れた本の一つだと言われています。で、ところがですね、実はこの投資線っていう本はまあ、確かにこれは日本人が作ったわけではなくて、もともと中国であった本のようなんですけれども、中国ではあんまり流行らなかったというか、極めて評価の低い本なんですね、これがね。清の時代に、四庫全書っていうのが作られます。で、四庫全書っていうのは、まあ、とにかくその時代までに、中国にあったありとあらゆる書物を、こうまとめて、まあ、そう一つの草書にしましょうという、まあ、図書館を作るような、そういう、まあ、なんていうか試みですわね、四庫全書っていうのはね。で、その中でまあ、ある意味では四庫全書に入るか入らないかっていうのが、そのある中国の書物としての価値の上で、非常に大事なわけですね。で、その四庫全書に関しては実は3段階の書物があるわけね。中国に今まで全ての書物がこうあったとしたら、まずは、その四庫全書の中に、正式にこう収められる、つまりその署名だけではなくてちゃんとその本文も、まあ、あれちゃんと中身があるわけですからね、その本文が収められる場合で、これはまず著録っていうんだね。四庫全書に著録されているっていうのがその四庫全書の中に正式に収められている本のことを言います。
四庫著六本というんだね。でこれはまあ、もちろん、四庫全書はまあそんなに評判が良くないんで、あんまりその清朝の都合の悪いところは削っちゃったとかね、まあ、そういう話はいろいろありますが、まあ、それにしてもとにもかくにも、ある一つの書物として、四庫全書にちゃんと収められて、でまあ、今ちょうどね台湾の故宮に全部文言閣本が揃ってますが、あの文言閣の英印本の中に全部入ってるっていうのがこの著六本なんだね。でその次の段階として、孫木っていうのがあるんだね。孫木っていうのはこれ読んで字のごとしで、まあ、要するに木を損すということだな。木を損す、要するに目録だけ残しておくという、まあ、そういう意味ですよね。目録を残しておく。でこれはつまり四庫全書の中に、この書物の中身全体は入ってないんですね。で入ってないんだけど、こうなんとかという書物がありましたということを記録はすると。でそして四庫全書に関しては一つ一つの書物に、この定要というのをね、まあ、いわば一つの本のこう解説みたいなもんで、こう定要っていうのをつけてますけど、この孫木っていうのはこの定要はあるんだね。まあ短いけどね、大体一般的にね。でその、要するにその記録だけはあると。でただし、その四庫全書の孫木っていうところに載ってる本は、その本文自体は四庫全書の中に入ってないわけです。だから今故宮に行ってその文言閣本をこういくら見てもですね、この孫木本っていうのはその中身は本文そのものは見られないわけです。それからもちろんもう一つの段階があって、これは何ていう名前なのか私もよくわからないけど、全然入ってないっていうものなんだね。著録されてもいなければ孫木にも入ってないものっていうのは当然あるわけです。でこれは例えばですね、いわゆる小説なんていうのはそうだよね。まあ今我々誰でも読んでる三国志演義とか水滸伝とか、まあ、金瓶梅とか、まあ、それからね風貌流のその三言みたいなものにしても、これはまあ今じゃなんか世界文学全集みたいなものにこう入りますけれど、やっぱりその清朝のこうちゃんとした学者の世界といいますか、こう四庫全書を作ったような人からすれば、水滸伝とか三国志演義なんていうのは、まあ、漫画みたいなもんなんで、もう別に本文は入れないどころか署名を書く必要もないと、もう本じゃないという、まあ、ある意味本じゃないという、まあ、そういう扱いなんですね。まあ、戯曲なんかもそうだね、これ結構ね。だから、まあ、そういうものもある。それから、まあ、あと本本当に全部禁書になっちゃってるやつはどこにも入らないよ、これはね。ただしその場合は禁書目録っていうのがあるから、その本は分かるんだけどね。でこういう段階がある中でですね、この離反寮の線と称するこの投資線はどこにあるかというと、これはこの孫木の中に入ってるんですね。孫木だから、ちゃんとしたその著録をされていない。その投資線のこの定要がもちろん残ってるわけですけど、それを見ると何が書いてあるかっていう と、これはその離反寮が作ったものだと言ってるけれど、これは実はそうじゃないと、どっかそこら辺の本屋、適当に作って、それでその離反寮という名前を、まあ、離反寮先生有名なので、その離反寮先生の編だというふうにこう、名前だけ作った、まあ、いわば偽書というんですかね、偽造された本だっていう、まあ、そういうことを説明しています。ですからこれ投資線という本はある意味では中国では非常に評価が低い、まあいわば偽物だっていうふうにこう思われている本なんだね。でところがこれが、まあ、日本に来て、そしてこの荻生徂徠先生が非常に持ち上げたもんなので大変流行っちゃったという、まあ、そういうことであります。それでまあ一つまずついでに脱線しておきますと、
そうするとまず日本でね、日本人が、その中国の詩というのを、まあ、ずっとこう読んできたわけですけれど、荻生徂徠以後、つまり江戸時代以後はですね、この唐詩選がものすごく流行りました。で、それ以外にないのかという話になるんですけれども、実はもう一つ、これもですねあんまり中国では、まあ、こっちは一応、著録は四庫全書著録本の中では入っているんですけれども、南宋、南宋の時代に、こう周筆という人が、編集したと、言われております、三太子、という、詩集があったんですね。まあ、三太唐詩とも言います。これはやっぱり唐詩の選集です。で、まあ、特に日本で、ものすごくやっぱりこれも流行ったので、まあ、これ、まあ、普通に読めば三太詩なんだけど、時にこう三定詩というふうにね、まあ、読む場合もある。まあ、そういう読み癖になってるくらいに読まれたっていうことなんでしょうね。でこっちの方が、まあ、先に流行ったんですね、大体ね、室町時代ぐらいから頃から京都の、まあ、五山なんていうようなところで、昔はそのお坊さん、京都五山あるいは鎌倉五山っていう、まあ、禅宗のお寺が、この学問の、まあ、中心であった時代があって、まあ、その五山とかでね、この三太子というのはよく読まれました。で、ですからこの三太子とこの唐詩選というのが、まあ、日本で、よく読まれたこの唐詩の選集と、まあ、前後関係があるんですけど、なんですね。でこれが実は非常に面白いというか、よくできていて、この三太子というのは、まあ、南宋の頃にできているということもあるんですけれども、唐代の詩、唐の時代の詩っていうのは、まあ、大体一般的に、初唐、正唐、中唐、晩唐っていうふうに4つの時期に、まあ、分けますよね。でこの三太子は、大体中唐、晩唐の詩がどちらかというと多い、まあ、傾向としてはですね、つまり唐代といっても、唐代、まあ、大体中初唐正唐というのが、まあ、一つの時期であって、で大体中唐晩唐ぐらいでこう、まあ、詩風というのかな、まあ、それもだいぶ変わってきますよね。まあ、李商隠、李商隠なんていう人の詩を読んでると、これはやっぱり李白とか徒歩とかとはだいぶちょっと感じが違うような印象がありますよね。で、という、まあ、白楽天なんかもますます違うかもしれないね。で、そういう、ですからこの三太子っていうのは中唐晩唐の詩が中心だったわけです。だから初唐正唐の詩っていうのはあんまり入ってないですね、これはね。でそれに対して、はい、これは全唐詩じゃなくて、唐詩選の方は李伴良ですからね。李伴良先生は何を言ったかというと、詩は必ず正唐でしょ。で要するに彼は正唐詩がいいっていうふうに言ったわけです。だから、この唐詩選、唐詩選の方は初唐正唐、初唐正唐が多いんですね。だからたまたま、これはまあたまたまということかどうか分かりませんが、日本でよく読まれた、こう唐詩の詩集、この三太子の方は中唐晩唐が中心、この唐詩選の方は初唐正唐が中心ということで、まあ大体この2つを見るとですね、唐代の最初から終わりまでの、まあ、詩っていうのを見通せるという、まあ、そういうことに、まあ、なるわけです。だからそれぞれの、まあ、いわば編集方針があるわけだね。三太子の方は、まあ、宋代ですから、なんていうのかね、要するにその中唐晩唐の方に時代が近いわけでしょ。
でそういうことで、中東半島中心から東四川の方はこのいわゆる明代の義古派、CP ションタンと言いましたからね、その氏は必ず正統という考え方を反映して、この東四川というあの諸島正統という、まあ、そういうことになってるわけです。だから非常に極端なのは、この離反両遷と称するこの東四川にはですね、なんと八居位、白楽天、梅中位ですね、その八居位の詩っていうのは一つも入ってない、これ不思議ですね。白楽天の詩は日本でものすごく流行ったんですね、平安時代以来ね。だけどこの江戸時代に流行ったこの東四川では八居位の詩が全然ないという、まあ、これは一つの特徴だと思います。それで実は、この間私今回、台湾大学に来て、大変申し訳ないとは思ってるんですけど、しょっちゅう日本に帰らなきゃいけなくて、でこの間10月の初めに先月のね、初め頃に一回日本に帰ったんですけれど、これはちょうどその時に、日本に國學院大學っていう大学がありましてね、國學院大学っていう大学があって、そこで日本中国学会っていう我々の中国文学とか の学会があったんですね。で、ちょっとその時にいろいろそこへ出なきゃいけなかったもんですから、一回帰ったんですけれど、ちょうどその時に、この國學院でなんとその江戸のベストセラー「東四川の世界」という展覧会をやっていて、それでなんかこんな立派な目録を、つまりたくさん本を展示していてですね、でいっぱいこんな立派な目録を作ってありました。ですから、ちょっとこれ持ってきたんですが、非常によくやってて、例えばその、室町時代、つまり東四川よりも前の日本における漢詩ってことで、この三太子も漢本もこんなに挙げているし、それから特にこの東四川ですね、ここの部分はいわゆる東四川なんとかとか称するようなものが、こんなにいっぱい出ましたという、それをこれでもかこれでもかという感じで、展示してありました。これもお話します。はい、それでそんな感じですね。それから今日後でこれ読みますが、これその服部南鶴先生が作った東四川国事会っていう本です。でこれはこれは私の本なので、持ってきたんですけど、これはいつだったか話しましたかね、経典よし、経典よしは一冊100円で買ったっつったけど、これはもうちょっと高かったですけど、ただこれ頭がないんだね、残念ながらね、牧1、2っていうのがないんです。だから牧の3からなんで残念なんですけど、でこれそこのところから今日読もうっていう資料はここからコピーしたわけです。もう一つ、もう一つというかもう二つついでにお話をしますと、実はこの三太子という本、それからこの東四川という本も、あんまりなんというか、つまり日本で流行った本だけど中国ではあんまり重視されてなかったっていうものなわけですね。でこういう系統のものが非常に実はあって、この三太子東四川は、これは詩に関するもの、いわば東四についてのあの本ですね。でそれ以外にこれもね、中国ではあんまり、ほとんど忘れられたと言っていい書物なんですけど、これも南宋からもう元にかけてぐらいの人と言われていますが、黄堅という
人が、編集したと言われている、古文新報という本があるんだね。クーエンチェンパオという、ね、本なんですけど、この古文新報も実はあんまり中国では、流行らなかった本ですね。でところが、これもまた日本で山のようにこの版本が出るわけです。でこれは古文新報は、まあ、全集は詩なんですね。で、ただこう詩といってもこれ古文と言ってるぐらいで、まあ、実は古詩、いわゆる近代詩はない。それから口集が、まあ、散文なんですね。というもので、ですからこの古文新報の、まあ、特にこの口集の部分、この散文なんていうのは非常に読まれてですね、日本の、まあ、江戸時代やなんかの文学作品に、まあ、非常に大きな影響を与えていると思います。でところがやっぱりこの古文新報っていう本もあんまり中国では、表に出てこない本ですね。でただこれ面白いのは実はこの古文新報は朝鮮本があるんだね。だから朝鮮半島ではやっぱり読まれていたかもしれない。だから中国本土ではほとんど忘れられちゃって、朝鮮半島とか日本とかで読まれたっていう、まあ、そういうものですね。特に日本でもう大流行だから中国のもので、特にまあ江戸時代やなんかの日本人が、中国文学の作品をまず読むときに、まあもちろんね、例えば、光景の詩集が出たとか、徒歩の詩集があるとか、李白の詩集があるとか、まあ、これはあるんだけど、やっぱりまず最初はみんな、こういう選集でね読みますよね。でそれから上級編になってこう個々の詩人になるんだと思うんですけど、その最初の段階で、みんなが読んだこの三体詩、投資戦、古文新報という、まあ、この3つがね、もう日本で中国の文学をみんな読む時の、まあ、いわば三大選集と言っていいんだと思います。でだけどこれはまた面白いのは、全部あんまり中国ではなんか忘れられちゃったとか、評価の低い本だったという、まあ、そういうことなんですね。でこれは前にも言ったかもしれないけど、だから例えばですね、まあ、日本で岩波文庫なんてのがあって、岩波文庫ってのありますよね。であれはまあなんていうか、岩波文庫なんてのがあって、まあこれはまあ世界中のまあなんていうか、ある意味では古典と言ってもいいような、まあ作品をみんな翻訳なり注釈なりして、まとめてるものなんですけれど、この中国文学の作品の中でですね、この岩波文庫、まあもちろん他にもいろんなものがありますよ。鴻籠夢とかね、なんかの訳も全部この中入ってますけど、その詩に関してはね、まあ、個々の詩人の、なんとか詩集っていうのはまた別にあるんだけど、選集としてはですね、実は投資選が入ってるんだね。だからやっぱりその投資選っていうのは未だに投資を読むときに、まあ、ある意味一番読まれてる、まあ、選集かもしれない。だからまあそういう意味ではちょっとその初頭正頭に偏り気味というところもあるのかもしれませんね。で、だから日本だったらなんか例えば投資を読もうと思ったら、まず投資選こう来ますよね。でこれがやっぱり中国とか、あるいはまあ台湾もそうなんだけど、何ですか、
そうでしょ、三倍賞ってやつでしょ。あのこれあれだよね、なんか昨日もちょっとまた本屋さんプラプラいつも見てて、なんかあの子供向けのあの監視みたいな、投資みたいなあってね、でこれもお子様向けの単紙三倍賞なんて出てるよね、あの絵本みたいに絵入りでね。でまあそのぐらいに、あの大体中国とか台湾、まああのこれは投資三百種っていう、これを読むと思うね、あの中国ではね。だからその辺、で投資三百種はあの時代的にはもうちょっと後なんだよな、清代のものですね。だからまあ逆に言うと、あの割とこうなんて言うんでしょうね、あのこう偏りがない。だから、例えば三太子だったらあの中等番頭ばっかりとかね、投資戦だったら初等正等ばっかりって言うんだけど、まあ投資三百種はまあ割と初正中盤全体にわたってあのうまく拾ってますよね。だからまあだそういう意味であのみんな三百種を勉強するんだと思うんですけどね。ただあのまあ日本でもあのまあ投資三百種の解説とか注釈書っていうのがないわけではないけどね、でもやっぱりまあなんとなくあの江戸時代以来のまあ影響というかそれがあるんでしょうね。やっぱりこの投資戦を読んでるということがあの多いように思います。でまあそんなことで、まあ今日はこの三太子投資戦、これからこの古文新報ってやつね、これがなかなか面白いもんですけど、あのこれを見ていた覚えていっていただくとあのよろしいかと思います。それでそろそろ、時間になってしまうんですが、後半の時間、この服部南鶴先生のこの投資戦国事会っていうやつね、これを皆さん読んでみましょう。でこれはこの間、のなんだっけ、あの経典よしっていうやつはいわゆる本当に変体仮名で、全然こっちも読めないっていうぐらいに苦労してんだけど、これは全部カタカナで書いてあるんだな。でこれはねよく分かりませんけどね、多分今我々が読むのに実はああいう仮名で書いてあった方が分かりにくかったよね。でこうカタカナで書いてあった方が読みやすいわけですよ。でだけど多分ねこれは江戸時代の人の考え方としては、なんかこのカタカナの方がちょっと高級、なんかそんなイメージがあったような気がするんですよ私、でだからあの経典よしっていうのはこういう本当だったらカタカナであるものを仮名で書いてあるっていうところがね、こうなんかお子様なんていうか、言葉は申し訳ないんですけど、その女子供向けという、お子様向けという、まあ、そういうところなんじゃないかと思うのね。だからこれはつまりその先生がまあ、この詩の授業をしてるっていう、まあ、そういう感じなんだね。だからちょっとこの、学養楼に登るという徒歩の、まあ、有名な詩なんですけど、ここのところをその本文、詩の本文とそれからこの服部南鶴先生のその授業のね、まあ、いわば解説の部分をちょっと、次の時間に見てみて、それから戦闘神話の方に、移りたいと思います。それじゃあちょっと休みましょう。どうもありがとうございました。じゃあこの服部南鶴先生の投資戦国事会っていうやつなんですが、まあ、これはまあ、国事会と言ってるようにね、まあ、日本語で、説明していますというものなんだね。普通、まあ、詩があって、そこの注釈っていうのも、まあ、中国語で書いてあるのは普通なんだけど、まあ、ちょうどその、中国語の注釈にあたる部分がこう日本語でこう2行書きにしてね、なってると、まあ、それがだから国事会っていうのはまあそういうことなんでしょうね。でこういうですね、これ実は、見てるとなかなか面白いんだけど、例えば一番最初のところだけ私読んでみますとですね、この題が、
学養老に登るだよね。学養老に登る。そしてその下のところに、童貞の学養老に登って、このかいホワイという字は多分重いというふうに読むんだと思うんですけどね。これちょっと振り仮名ないから分かんないけど、思いを述べて作るのであるとこう書いてあるわけだよね。でこのであるっていう言葉なんですけど、これはまあ今の日本語では、まあ、極めて普通の何とかであるっていう文章はよくあるよね。で我が輩は猫であるなんていうやつはどういう感じなのかっていうのは、まあ、これもまた微妙なところはあるんですけど、これ、服部南鶴先生が喋ったままを書いてますよっていうことをこれ言いたいんだと思うんですよ。であるっていうのはね。でもしつまりこれが本当の、まあ、いわゆる書き言葉であるとしたら、これはやっぱり童貞の学養老に上りて思いを述べ作るなりとこうなるわけですよね。本当の文言だとしたらね。だからそれが作るのであるとこう言ってるのはやっぱり非常に話し言葉なんだと思います。ですからこういう江戸時代にもこう話し言葉をそのまま書いた文体っていうのはこれはあってですね。でこういうのがやっぱり明治時代にいわゆる原文一体っていう、まあ、今の日本語のようなものになってくるときにこういうものが元になってくるんだと思うんだね。でこれはいろいろ今の日本語の源流というのはこうあると思って、でちょうど今度ボタン道路戦闘神話のそのボタン道路という話があってね、ムタントン論というね、でそれの、まあ、明治時代に、まあ、いわゆる話し家がそのボタン道路を語ったのを書いた、まあ、日本語の文体っていうのがあったり、まあ、そういうようなものとかいろいろなものがあって、まあ、今の日本語に、まあ、なってるんでしょうね。だから、であるなんていうような言葉が決して明治時代になって初めてできたわけじゃなくて、こう江戸時代の人、ただしそれは話し言葉としてこうあったっていうことなんだね。夏目漱石のね、我が輩は猫であるっていうのはなんか、こういう人たちがであるっていうとこうなんかすごくこう偉そうな感じがするんですけれども、まあやっぱりこれもその先生が説明している言葉だからなんとかであるとこうやっぱりそういうふうな多分ちょっとしたニュアンスがあるんだと思うんですね、この辺はね。でこういう実は中国の古典っていうのは、まあ、みんながみんな読めるものではないので、誰か先生がその中国の作品を、解説したつまりその講義をやったその講義のノート、まあ、これも実はそうなんですけど、これはですね実は日本にもっと古い時代からそういうのがあるんだね。でこれは室町時代ぐらいからあって、小物というんだね、小物というものがあります。でこれは例えばだから、もう敬書やなんかの解説をしたものもあるし、それからこの三太子はこれ五山のものですからね、その三太子の、お坊さんやなんかが解説をしたその小物というのが残ってます。でこれは大体これとよく似たような形で、でやっぱりその先生の口調にもいろいろあってですね、この国事会の中でも確かちょっと出てきたこともあったと思うんですが、なんとかじゃなんていう言い方がありますね。今だとなんか時代劇かなんかの中でお殿様みたいのがなんとかじゃって、世は満足じゃとかなんか言ったりなんかしますが、なんとかじゃっていう言い方も実はこの時代の話し言葉で、こういうその小物の中に時々出てくる言い方なんですね。なんとかじゃ、あるいはなんとかだという言い方ね。でこれもだからみんな話し言葉なんです、これ昔のね。だから文語だったらなりとこうなるところがみんなであるになったりだになったりじゃになったりね、まあ、そういうような言い方をします。じゃなんとかじゃっていうのはね、なんか日本であれ面白いですね。なんか今の日本語の中だと
そういう、まあ、絵本、子どもの絵本の中でもそうだし、あるいは時代劇なんかでもそうだし、なんか昔のお殿様とか、なんか昔の偉い人がなんとかじゃって言うんだよね。で、あれなんで本当にそう言ってたんだろうかっていう、こう疑問みたいなのがこうすごくあってですね。で、なんか今の日本語の中で、お殿様はみんなじゃと言わなきゃこういけないような、なんかつまりそういうのをこう役割語っていうんだね。それ研究してる人がいるんですけど、役割語、つまりなんていうの、その立場によって使う言葉をこう分けてるってわけね。だから殿様とか偉い武士とかそういう人だったらみんなじゃと言わなきゃいけないとかね、女の子を人だったらなんとかだわとこう言わなきゃいけないとかね、なんかまあとにかくなんだかそういういろいろ役割によって言葉がある。だけどそれは一体どうしてできたんだろうっていうのがね、どこで固定したんだろうっていうのが不思議なんだけど、僕は東京というか横浜の生まれで横浜の育ちで、ずっと東京の学校に行ってたわけですね。だからこのじゃなんていう言葉を聞くことはない。つまりその絵本の中でお殿様が言うのを読むか、時代劇の中で聞くかどっちかだったんですけれど、僕大学院を終わって広島大学っていうと広島ね、西の方ですよね。その広島大学の先生になって、広島で暮らしてたことがあるんですね。でそうするとその広島の中で、電車に乗っているとですね、こう若い高校生の女の子なんかがこう乗ってきて、でペチャペチャおしゃべりをしてるわけです。そうするとなんとかじゃって言ってるんだよね。今のその西日本の言葉では、こう特に中国地方あたりにはこのじゃっていう言葉は今でも使われてて、でこれは別にお殿様だけがしゃべる言葉じゃなくて、若い女の子なんかもなんとかじゃってこう言うわけです。でこれはやっぱりなかなか面白くてですね、だから僕の一つの仮説というか、あれは、明治時代になって、日本で天下を取ったのは、薩摩長州なんだね。でその長州はじゃでしょ。だからその言葉がお殿様言葉になったんじゃないかというのが、私のなんというか仮説なんですけど、これは嘘か本当か分かりません。これは違うということかもしれないんですけどね、なんかひょっとしたらそういうことかもしれない。でただまあ江戸時代に実は、江戸の学者でもじゃって言ってたみたいだから、ちょっとその仮説は崩れるんだけどね、長州の人だけがやってたわけではないので。ただまあ、言葉としては西日本では今でも話し言葉として生きてるということは確かなんだね。だから皆さん広島とか行って電車に乗った時によく聞いててごらん、若い女の子がなんとかじゃって言ってるよ。そういうわけなんですけどね。だからこの出あるっていうのもなんかもう我々はなんか書き言葉の一種みたいに思っちゃってるけど、実は江戸時代のこういうのは一応話し言葉としてこれ出あるってこう出てるんだね。そこら辺にちょっと気をつけると面白いですね。それじゃあ最初の肉ぐらい読んでもらっていい？昔聞くね。うん、到底の水。うん。うん。そうですね。いいですね。これまあこの通りに読みますと、昔聞く到底の水。今登る、まあ登るになってるけど、まあ登るでしょうねこれはね。今登る学養楼と。でこれ本当だったら、つまりその文法構造から言えば、昔童貞の水を聞き今学養楼に登るんだね。なんていうか一種の目的語みたいになってるわけですけど、これやっぱり詩だからね、なるべく順番を変えない方がまあいいっていう、やっぱりそういう考え方もあるし、それからなんとなく昔聞く五字でしょ、童貞の水でこう七五になってるわけですよ。
で今のボール5文字で、まあ、学養老とこれまあ5文字かな、なんかちょっとこの辺は怪しいですけど、口調がいいわけね、こういうふうに読んだ方がね、昔童貞の水を聞きっていうとなんか散文になってしまうんですね。だから、こう詩の場合こういう、まあ、これは日本語としては一種の、まあ、統治法ですよね。昔聞く童貞の水っていうのはね、本当だったら日本語は昔童貞の水を聞くにならなきゃいけないんだけど、昔聞く童貞の水ってこう読んじゃった方がいいという感じですね。今登る学養老。あ、それから今ちょっと気になったから調べたんですけど、このドンティンシュイのドンという字はなんか普通銅じゃねえかとこうなんとなく思うわけですが、これ語音と漢音とあって、漢音が銅みたいですね。で語音は銅なんね。今なんとなく銅抵抗銅抵抗っていうのが普通のような気がして、銅抵抗ってあんまり言わないような気がしますけど、ここで銅抵の水って言ってるのは漢音なんですね。これね、勉強しました。私も改めて勉強し、昔聞く童貞の水、今登る学養老と。それじゃあその次の服部南鶴先生読んでもらっていい？昔ってとこね。うん、古刀だね。これね、変なの出てきたでしょ。これ古刀だよね。はい。話にだよね。いたが、うん、そうそう。うん、登つてだね、これね。登ってだよね、だからね。うん。ここね、ちょっと僕もよくわからないんだけどね、これね。すぐにかもしれない。うん。まあ、直にっていうことだね。見下ろすに。うん、そうだね。これはこういう意味じゃというようなことは言ってなくて、この詩の内容を、まあ、日本語にこうパラフレーズしてるんでしょうね。見下ろすにっていうところでこう途中で切れてるけれども、これはその詩と同じようにね、昔聞く童貞の水、今登る学養路、今学養路に登って見てみるとっていう、まあ、そういう意味ですよという意味で言ってるということだね。いいですね。じゃあその次は、どうでしょうね。じゃあ五祖ってところやってみる。本文ね、まずね。と何だね。酒。うん。日夜ですね。うん、浮かぶ。まあこれも風となってるけど、まあやっぱり浮かぶでしょうね。はい。五祖盗難に酒、健康日夜浮かぶということですね。じゃあ劉さん、この南鶴先生。うん。うん、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 打ち開いてですね。うん、うん、うん、これはね、くわらりとなんだけど、多分からりとっていうふうに読むんだと思うよ、今の日本語だと。昔はこれくわらりとなんですけどね、からりと、からっとっていうことです。うん、健康だね。あ、まあ間かな。うん、うん、これは昼だね。うん、浮かみてなんでしょうね、これ多分ね。浮かみて見ゆると。はいはい。これイカサマなんていう言い方は今の日本語ではあんまり使わないかもしれませんね。イカサマっていうのは、これは確かにっていうぐらいの意味でしょうね。なるほど、確かに、聞き及んだほどあって、つまり今まで聞いていただけのことがあってっていうことだね。昔聞く童貞の水ですからね。五祖盗難の方に開けてからりと見え、まあ、ざっと広く広がって見え、健康の間にあると、あらゆるものが夜昼となく浮かんで見えるというふうに言ってるわけですね。はい。じゃあチンポンウイズはじゃあやってみる。新法。新法、人。あ、
これは一時でいいですね。一時。信号一時なし。なくなんだね。く。ここの部分が消えちゃってるんだな。なんとなくそういうやつよくあるよ。だから一時なくなんですね。一時なく老病。そう、老病です。臭ありとね、老病故臭ありですね。信奉一時なく、老病故臭ありということです。で、これね、ちゃんとこれ振り仮名振ってくれていて、なかなか助かるわけなんですけど、ちょっと見ていただくとですね、学用老でしょ、老だよね。それから老病故臭あり、老でしょ。で、今の日本語で読んじゃうと、両方ともこれは学用老、老病で老なんだよね。だけどこれもともと考えてみれば、だって中国語でこっちは老だし、こっちは老でしょ。全然母音も違うし、違うわけだよね。それでだから、これは、昔の振り仮名っていうか、昔の振り仮名ではこれはちゃんとロウと、それでこっちはラウなんだね。というふうに、要するにちゃんとロウとラオは、日本でも昔はちゃんと振り仮名を別に使い分けてたわけです。で、最近戦後ぐらいになって、こういうのはなんていうか、だから面倒くさいというのかはよく分かりませんが、本当だったらこっちの方が正しいわけですけど、みんな簡単な方向へ統一しちゃったわけね。つまり、ロウと書いてロウと読ませるのはまあわかるんだけど、ラウと書いてロウと読ませるのはやっぱりちょっと変だろうというか難しいだろうという、まあそういう判断なんだけどね。だけど、だから今では多分老人っていう時のロウはロウなんですよね。老人でしょ、老でしょ、ね、だから、そういうふうになってしまったんですけど、実は、昔の人の振り仮名というか、昔の人のその音の振り仮名の方がより正確に中国語の音の違いを反映してたんですね。だから今ではもうローとローのこの違いが今の日本人には分からなくなっちゃった。昔はちゃんと違う発音ですよっていうことを示してたんだね、これはね。残念ですね、これはね。勉強する子どもには大変かもしれないしね。あるいはあれだな、日本語を勉強する外国人の人もまあそれだけ覚えることが増えちゃうから大変かもしれないね。今だったらローだけでいいんだけどね。でも中国語を知ってる人はね、もともと違う字だから、これは発音が違うかもしれないって逆に分かるかもしれない。ちょっとなんていうか残念な改革だったと私は思ってるんですけどね、これはね。そんなわけで、だからこれはラウと書いてあるけど老病故臭ありだよね。はいはい、ありがとうございます。それじゃあ南角先生どうだろうね。方々を中室につけて、あ、これ都だろうね。都を思い出して、そうそう、これしてだよね。もうな、まあ、思いたよね。思い出して、久々ですね。この辺でいいでしょうね。この辺に黒たえて、俺どもだろうね。俺ども。うん。まあ、都の方友。方友友の方からも、一時の、消息し。通い字もなくでしょうね。消息し、灯籠もなく。ちょっと長いかな。じゃあその辺でいいですかね。いいですかね。方々を眺めにつけて都を思い出して、してですよね。この辺にうろたえて俺ども、都の方友どもの方からも一時の消息し、通い字もなくと。まあ、ちょっとここの消息し、通い字もなくっていう部分は、なんとなくちょっと日本語としてよくわかんないですね。一字の消息もなく通い字もなくなんでしょうけどね。ちょっとここは不思議です。じゃあその次、まあ一応やってもらおうか。年老いては、年老い果ててだね。うん、
ただ、うん。うん。浅ましい義であるなんだろうな。うん。うん。王中線だよ。うん。うん、言語だろうね。うん、そうですね。大体これあれでしょ、老病孤衆ありというところで、まあ年老いてもう楽しむところもないと。でただこの小舟ばかり力にしていると、孤衆だけがあるというね、これだけが頼みであるという、まあその船に乗って彼は旅をして、ね、長安の方からずっと流れてきてるわけですからね、いると。で、うん、浅ましい義であると。でその以上、王中戦が、灯籠の負の言を受けて言うと、まあ、ここで、突然その王中戦の灯籠の負っていうのがこう出てくるわけですね。でこれはもちろん、皆さんご存知と思いますけど、王さんですね、魏晋南北朝その魏の頃の、王さんの灯籠の負っていうやつが、まあ、もしだから徒歩の詩の、まあ、注釈みたいなものを見るとですね、これはやっぱり、徒歩がここで今学養老に登って景色を見ていて、物思いにふけっているっていう状況っていうのは、これは徒歩よりも前の人であるその王さんの、灯籠の風に、まあ、基づいて、作っているんだっていう、まあ、いわばその注釈は必ず入れるところだと思うんですけど、まあ、これはその服部南鶴先生もちゃんとそこのところをですね、これはだからあれだよね、ある意味ではすごく何て言うんですかね、本当だったらここで王さんの灯籠の負とは何かとか、王さんの灯籠の負の文句とか、まあ、そういうのを入れなきゃいけないところなのかもしれないけれども、これに基づいているとだけこう言ってですね、まあ、だからみんなこれは知ってることがなんか前提になっているようなところがありますね。でこれもちろん門前に、門前の中に入っているものですから、まあ服部南鶴先生ぐらいの人になればこんなのは知ってて当たり前だという、まあそういうところがあったのかもしれないですね。で王さんの灯籠の風ってのを見ると、実際確かにね、これあれなんだよね、みんな覚えてる人もいるかもしれないけど、まあ、こんなような文句があるんだね、この王さんの灯籠の負の中にね。でこの王さんの灯籠の負、まあ、改めて読み直してみると、これは王さんが、つまりそのちょうど漢の終わり頃、五漢、まあ、五漢ですね、日本では五漢というの、ホウハンというのが普通ですけど、まあ、トンハンですね、五漢の終わりの頃に、まあ例の董卓、まあ、三国志の中でもまあ悪者になってるその董卓が、都で、やりたい放題のことをやっていると。でまあそれで、その董卓を討つために、まあ北の方ではいろいろ戦争が起こってるわけですね。でその時に、この王さんは慶州、まあ、これ慶州はね、後で関羽がいるところだよね、その慶州にやってきて、でそこでこの高殿に登るんですね、灯籠するんですね。でそしてその自分がやってきた北の方からのことを、まあ、思って作ったっていうのがこの灯籠の負なので、だからその徒歩の状況とこの王さんの灯籠の負はすごく状況がよく似てるんだよね。自分は北の方から南へやってきたと。それで、だけどその北、まあ、つまり北の方にいたんだけど、北の方で戦争が起こってるから、
自分は南の方へやってきたと、まあ、徒歩も、まあね、ここで十馬寒山の北って言ってるように、まあ、安心の乱はもうあれかもしれないけど ある程度こう戦はいつまでも続いている。で彼はやっぱりその南の方へ来て今岳陽楼に登っているという、まあ、そういう状況ですね。だからよく似てるわけで、そこでまずやっぱりそのまずはホワイクイと家に帰りたいっていうような思いがあり、それから剣官になってるけど軒に寄りてっていうような言い方も徒歩の詩の中にまずは出てくるわけですね。でそれからこの勇士というようなね、様子というような言葉もまあその徒歩の詩の貴重になってると思うので、なるほど、ここで南角先生が王中戦の灯籠の札ってこう言ってるのは非常によく当たっているというかね、よく分かりますよね。これはね、全く同じ状況だし、それから同じような言葉も実は使っていますよね、これはね。それじゃあ最後の二句見てみましょうか。じゃあ十馬っていうとこね、うん、そうですね、十馬寒山の北、剣によって停止流るということですわね。はいはい。それじゃあここの日本語もまあ日本語で悪いけど、じゃあ今寒山の北あたりっていうところやってみてもらっていいですか。今寒山の北あたり、うん、エビスどもなんだねこれね、どもね。うん、耐えぬだろうね。うん、ここがね、これなんか難しいんだよ。故郷へ帰るも、その後はどうでしょう。うん、利用時にはならん。これね、いやなんか服部南角先生はえらく難しいことをおっしゃってるので、領事っていうのは、このリアオハルというこの領事にはならぬとこう言ってるんだね。これはなかなか難しいですね。こんなのを聞いて分かった人がいたのかどうか分かんないけど、そう簡単にはいかないという、まあ、そういう意味ですよね。領事にはならぬで、じゃあついでにもうちょっと、うん、こう一周思うて、うん、しきりに涙が下るであるとこう言ってるんですね。まあそういうふうに、まあ、要するに一種の口語なんだけれども、ここで、こういう具合に徒歩の詩を、まあいわば、まあ、翻訳といえば翻訳なんだね、日本語に翻訳して、説明をしているという、まあ、そういう感じのものです。どうですかこの多分この岳陽楼に登るなんていう詩は、絶対にこうどっかで習うでしょう。学校で習ったでしょうこの詩ね。そのこの南角先生の解説は、いかがですか。まあまあいい線いってるんじゃないですかね。なかなかよくわかるような気がしますよ。はい。まあそれは僕が言っちゃいけないんですけど、まあこれもね、なんか昔の私が高校生ぐらいで漢文を習った時に、やっぱりこの詩は日本の高校生の漢文の教科書にもあったんだね。でまあやっぱりその岳陽楼に登るって非常にこう印象が強かったので、中国へ留学してた時に、いくつか行ってみたいところはあったんだけど、やっぱりその一つが岳陽楼で、わざわざその岳陽楼に行って岳陽楼に登ってみましたけどね。確かに本当に洞庭湖のほとりにあって、ちょうど西側が洞庭湖なんですね。だから夕方午後なんかに行くとその洞庭湖の方に日が沈んで、まあ、ものすごく綺麗なところではありました。まあ、行ってよかったと思いますけどね。はい。その岳陽楼に登るという詩であります。まあ、こういう日本語だったらまあまだなんていうか読んで
時々ね変な難しいところはあるけれどね、あの分かるんではないかと思います。それではまあ、こんなようなものを、昔の江戸時代の人は、読んで、あ、つまり何て言うんでしょうね、東四川の書物自体はものすごくたくさん、今のねさっきお回してますけど、東四川なんとかとかなんとかってものすごくいっぱい出てるんだけどね、やっぱりこう原文だけではね、それですぐに分かる人っていうのはやっぱりよほどの学者というかよほど学力のある人で、やっぱり最初はみんなこういう解説がね必要だった。で、先生についてれば、まあ、それも分かるんだけれども、まあ、こういうものがすで、にこう出版されて、これ印刷されて出てるわけですから、まあ、それだけ多くの人が、これを読んで、で、まあ、それだけ理解したということなんだろうと思います。ですから確かにこの東四に関してはまあ、より多くの人がですねこう日本でも読んで、まあ、それを鑑賞して楽しんでいたということは確かなのではないかと思います。それではまあ、大体、この李半良先生の影響として、まあ、東四川のことはじゃあ一応ここまでということに、したいと思います。まあ、ここからはあと、まあ、最後まで大体小説作品の、まあ、お話ということにしましょう。中国の、まあ、文学作品の、まあ、影響というものではまあ、いろいろ広いジャンルにわたってるんですけどね、ただやっぱり、まあ、戯曲っていうものも日本に伝わってはきますけれど、やっぱりその戯曲は一つにはまあ韻文であったりということもあって、やっぱりなかなか難しいんだね、日本人にとってね。 ですから、まあ、戯曲が影響を与えたっていうことはまあないわけではないんだけれども、もちろん当時の人は中国のものは何でも勉強しましたから戯曲も読んでいるんだけど、じゃあそれが直接に何か日本の文学作品にこう影響を与えたものがあるかっていうと、まあ、あんまりないかもしれないというね。まあ今日ちょっとお休みなんですけど、明末清初の人で李煜っていう人がいますよね。李劉を。でこの李煜は李煜の作品っていうのは江戸時代の日本でものすごく読まれて、李煜はものすごく有名なんですね。それで、まあ、李煜の戯曲が日本で、まあ、いわば翻訳されたというようなものが、まあ、ないわけではない。今日お休みですけど、翔さんが、翔寛珍さんは実はその李煜の作品の、江戸時代の文学への影響っていうことで博士論文を書かれたりなんかしていてですね、これはまあ実はこれ日本でもそういう研究をやってる人はあんまりいなくて。小説はねみんな気がつくんだけど、こう戯曲も含めてそういうのやってるって人は非常に少ないので、日本の、近世文学なんていう日本の研究雑誌に翔さんの論文も載ったりとかしてね、なかなか面白い研究をしてる。今日いないけど本当だったらその一回翔さんにこう江戸時代における、戯曲の影響なんて言ってこう授業をやってもらってもいいんですけどね。それはまあ本当は面白いと思いますよ。実はまあただまあそういうのものすごく多いかっていうとそういうわけでもないと。まあやっぱり戦闘神話とか水滸伝とか、まあそういうやっぱり小説はものすごく広く読まれてやっぱり影響があるんで、まあ、これからは一応まずは小説作品について見てみるということにしたいと思います。で最初にですね、まあ、今日はちょっと簡単な紹介っていうところで終わっちゃうと思いますけど、戦闘神話という
戦闘神話という作品があるんですね。でこれは幻末民書、まあ、時代の古い順からまあ見ていこうというわけで、まあ、幻末民書の人で、クユーという今の広州半朝あたりの人ですね。この人はね、クユーという人がいる。でそのクユーが書いてるんですね、この戦闘シーン。でこれはいわゆる文言小説、伝記っていうやつですね。この伝記も大体中国の文学の中で、2つ大きな意味がありますよね。一つはその短大チュアンチ、東大伝記という場合の東大伝記と、それから、民代のお芝居もチュアンチと言いますね。例えば刀剣僧のボタンテなんていうね、ムータンティン、あれはチュアンチの作品なんですけど、こっちはどっちかっていうとこの文言小説の東大伝記の流れにつながるこの伝記ですね。でこの戦闘神話という本そのものなんですけれども、明の初め頃にできてるんだね。明の初め頃のものです。だから、結構古いわけですね。でこれはなかなか、そういうことって結構あると思うんですけれど、これやっぱり多分その明の初めの頃に結構中国で流行ったことは流行ったらしいんだね。でだけど、これやっぱり一種の小説で、しかも何ていうかこう不思議な怪と言ったらいいのか、怪談ですね。こうお化けとば簡単には言えないんですけれども、幽霊が出てきたり、あるいはなんかその不思議な竜宮城みたいなところへこう行ったりっていう、中国の小説で、司会小説っていう一つのジャンルがありますけど、それに近いようなね、何かこう変わったおっかなかったり、不思議だったり、なんかそういう変わった世界を描いた作品ということになるかと思います。でそういう内容なんだけれども、実はなんかこれ明の初めの頃に、多分ものすごく流行ったせいなのかどうかわからないんだけど、禁書になっちゃうんだね、こう明代にね。こうまあ、中国の禁書っていうのがね、どこまでこう厳しく本当にやるのかっていうのは微妙なところなんですけど、とにかく明の時代の初めの頃に、こう小説みたいなものはこう禁止だと。で例えば戦闘神話みたいなってこう出てくるんですよね。でだから確かにそれが読まれて、一応禁止されていたことは確かなんだろうと思います。でそんな影響があったのかどうかわからないんだけど、その後中国ではあんまり読まれなくなっちゃったんですね。で本がないわけではないんだけど、その完全なものっていうのが中国ではなくなっちゃったんですね。でこれが実は日本にやっぱりあったということなんです。で、それを見つけたというか、見つけて紹介したのが、東光という人なんですね。東光、私と同じ名前なので非常に愛着を感じるわけですけれども、この鈍感って、これは結構有名人です、この人はね。偉い人です。それでこの東光はこの人すごいよ。新末の進士なんですね。科挙の試験で進士に合格してる。で、その後に辛亥革命になるでしょ。でその辛亥革命になった後に日本にまた留学したんだね。だからこう中国の本当の進士様が
日本にまた勉強に来てて、それで日本で法律を勉強するんです。法律、それでだからそういう法律の方でまずはすごいこう活躍をしている人なんだね。なんか中華民国のああいういろいろな法律を作るのにだいぶ働いた人みたいですね、東高っていう。中国の例えばその刑法とかなんかそういうのを彼がこう書いたり作ったりしたみたいですね。でところが彼は一方でものすごいそのなんていうかやっぱりまあ昔の華僑の紳士様ですから本が好きなわけです。で日本に来てそのやっぱりいろんなところで本を見て、であこれ中国にないぞっていうようなものをいっぱい見つけるわけですね、これね。で彼は諸伯要談、諸伯要談という本を書いて、まあこれは日本とかまあ中国でもなんですけど、彼がまあ見た珍しい本に関する記録を作ってるんですね。でこれは本当にそういう小説とか、まあ、つまり小説なんかは逆にね中国にはなくて日本に残ってるってもの多いんですけど、まあ、そういうのを一生懸命記録して、これだからそういう意味では非常に貴重な本なんですね。その投稿は自分がまあ見つけたりなんかした書物を、また改めてこう印刷してで出してるんですが、それもまあ一種のセットみたいになって、これ小粉質創刊っていうんですね。小粉質創刊という、まあ、こういう一種の、セットものみたいなのがあって、でその中にこの戦闘神話入れたんですね。本当はまあ、こっちの話はまあもう省略しますけれど、この戦闘神話が書かれた後に、クユーが書いた後に、もう一人別の人が戦闘ヨアっていう同じようなお話を集めた小説集を作ってるんですね。でそれもだいたい一緒に金賞になっちゃったりしてるんだけど、日本にやっぱりあったんですね。でそれで戦闘神話と戦闘ヨアを合わせてこの小粉質創刊の中にから入れてるんです。で実はですね、この小粉質創刊の戦闘神話っていうやつも、まあ、これは中華民国6年、まあ、比較的新しいものなんですが、久保天瑞先生が持っておられたんだね。それでこれも台湾大学の図書館に行ってこの間見せていただいてきました。でそこを見ますとですね、日本の慶長活字本に基づいてこれをやったというふうに書いてあるんですね。つまり、まあ、中国に残っていたこの戦闘神話は必ずしも完全な本ではなくて、つまりお話がなくなっちゃったりしているのがあるんだけど、この日本のに伝わってきたこの戦闘神話はなんていうか、お話が多い中国のものに比べてより完全だっていうわけです。でそれを見つけてここで小粉質創刊に、まあ、入れたわけですね。でこれもまあですから、久保文庫様様、久保天瑞様様で、久保文庫なんですけど、これは小粉質創刊は民国6年、1917年の版本です。まあ、それは見ることができます。で、ここで東光はこの慶長活字本に基づいたっていうふうに言ってるんですけれど、実はこの慶長活字本の戦闘神話っていうのは戦闘神話句会という
解という名前の本なんですね、本当言うとね。でこれ句会というあの注釈がついてるんです。で陶工はこの注釈は全部落としちゃって、でしかもこの句会っていう署名の句会も取っちゃって、戦闘神話の部分だけあの、まあ、復刻したわけなんですけれど、あの実はこの戦闘神話句会というものが本当なんですね。でところがですね、この戦闘神話句会という本はこれはどうも中国の本じゃない。これはあの朝鮮半島でできたもの、朝鮮本なんですね。さっきのあの古文新報もそうだけど、あの結構だから中国から直接日本に伝わってる本っていうのもあるんだけど、朝鮮半島を伝わってきてるものもかなりあるっていうことですね。で、まあちょっとじゃあ、朝鮮文じゃなくて朝鮮本です。それで。あのじゃあまあ一応今日はここまでにするんですけど、この朝鮮本の戦闘神話句会っていう本も、まあ、これはこれでなかなか貴重な本なんですけど、これがなんとまた台湾大学の図書館にあるんですよ。これも実は見せてもらってきて、あの今度その次の時間はその報告あたりから、やります。そういうことで、今日はちょっと途中になってしまったけど、まあ、一応戦闘神話っていうのがあのまあのテキストに関する話を始めたというところですね。あとまたその内容のお話もして、それで、その中の、まあ、特にあの戦闘神話の中のボタン陶器っていう話があるんだね。ムータントンチーというね、結構怖い話ですね。でそれがやっぱりあの日本人が大好きで大好きで、もうこのボタン道路の話はもういっぱいバージョンがあると、それをちょっと覗いてみましょうという話ですね。まあ、日本人は大体あのお化け話がやっぱり、まあ、中国の人もそうかね、あのすごい好きなので、この戦闘神話なんていうのはまあたまんなかったんだろうと思いますね。そういうことだと思います。それじゃ あのまた来週この続きということで、あの日本のやつとかあの見てきていただ、あそれから今度ちょうどいいので、あの宿題でですね、あのこの戦闘神話、これはまあ和国本、日本の本ですけど、あのちゃんと訓点がついたわけですね。でこれをちょっと最初の 1,2 枚でいいので、あの書き下し文にしてみてごらんなさい。これをこのまま従ってね、あの書き下し文にしてみると、いいと思います。まあ、そんなのをちょっと今週のあのお楽しみということにしておきますので、で来週少し最初の方このボタン陶器を見てみて、で日本のお化けのお話も見てみるという、まあそういうことでやってみますかね。それじゃ あのちょっと長くなってしまいました。今日はそこまでにします。どうもありがとうございました。お疲れ様。